皆さんこんにちは。ダイヤモンド今井院長です。今日はですね、皆様からよく、ご質問を受けるですね、セラミックは何年持つのかということについてお話をさせていただきたいと思います。これね、結論で言うと、わからないというのが僕の、結論ですね。ただ、かなり長い期間愛用していただける可能性が高いということも付け加えさせていただきたいと思います。で、なぜね、どれぐらい持つかわからないかというとですね、その方々によって、やっぱりそのセラミックを受ける状況、お口の中の環境だったりとか、年齢、性別っていうのはまちまちなんですね。なので、例えば、一つの例としては、奥歯を1本セラミックにした方が、すごい勢いで、例えば歯ぎしりだったりとか、かなり強い力で食いしばりをしてたりとかすると、やはり耐久性は落ちてしまったりとか、割れるリスクっていうのは高くなってしまうんですね。じゃあ一方で、前歯をセラミックにしている方がですね、まあ歯ぎしりとか食いしばりとかなかったりとか、噛み合わせで例えば下の歯と上の歯が当たらない状況だったりとか、っていう時のセラミックの持つ状況というのはやっぱり異なってくるかなと思います。で、まあ、論文のデータで言うとですね、10年間で90%持つという、学会の論文のデータも、ありますね。で、この数字っていうのは僕、一つ指標にするときにですね、妥当性があるんじゃないかなと思ってます。まあ、やはりその奥歯の先ほどお伝えしたような力が負荷がかかりやすいリスクが、割れるリスクが高いようなね、方から、まあ、リスクが少なかったりとか、まあ、きちんとね、施術を受けているようなセラミックであればですね、やはり10年間で90%の平均値っていうのは、まあ、妥当じゃないかなと思っております。で、まあ、僕自身もね、やっぱりセラミックの施術を、させていただくときに、美しさをその方が求める一番最高のものと、セラミックした時に一番美しくなるようなものっていうのをまず心がけているんですけども、ただそれがですね、一瞬の美しさ、つまり数年単位で悪くなってしまうようなリスクが高い、確率が高いものっていうのは、やはりいい治療とは言えないので、そこはしっかりと診断をさせていただいて、長く愛用していただくためのセラミックというのを心がけています。でですね、まあ、僕自身もですね、11年前にですね、全ての歯をセラミックにして、前歯はセラミック矯正で歯並びを改善していますね。で、もともとこれやったきっかけって何かっていうと、僕自身ね、まあ、歯並びが少しこう内向きに入っていったところがあるんですけども、極端にね、その歯並びが悪いものでもなかったんですけども、その当時働いてた、職場の院長がですね、すべての歯をセラミックにしていたんですね。それを見てめちゃめちゃかっこいいなと思って、で、すべての歯を、セラミックにしました。歯医者になって、3年目かな。歯科医師になって3年目ですね。3年目で、すべての歯をセラミックにしました。で、実はですね、その、セラミックにする半年前ですね、から矯正をスタートしたんですね。で、理由としては、矯正をした理由としてはですね、やはり自分はセラミックがすごい大好きだし、将来ですね、セラミックを糧にして、歯科医師人生を歩みたいなと思ってたんですけども、矯正ってどういうものなのかなっていうのを経験してこないのはすごく大事なことだなと思って、で、ワイヤーを使った矯正をですね、まあ、表側につけて、半年間過ごしてみました。で、矯正をした、まあ、結論としては、まあ、自分には向いてないなと思いました。どういうことかっていうと、まあ、セラミックで求められる圧倒的な美しさ、まあ、歯並びはもちろんなんですけども、色、形ですよね。もう自由自在にできる。やっぱり僕はね、大元のルーツとしてやっぱその新庄剛志選手に衝撃を受けてですね、まあ、歯医者に新美歯科医を目指したりとか、まあ、していたので、とにかく圧倒的な白さを手に入れたかったので、やはり矯正ではそれは叶わないということ。あとはその歯の形ですよね。
やっぱり願望に合った歯の形っていうのは必ず存在するので、もしくはその方が求める、その方が好きな歯の形っていうのは存在するので、そこを追求できないっていうこと、あとは装置をつけなければいけない、治療期間がかかってしまう、そして後戻りという現象が起こるんですね。矯正っていうのは歯を動かしてから、リテーナーと呼ばれている装置を、入れたりとか、まあ、歯の裏側にですね、針金で固定しないとですね、後戻りを起こしてしまうというところにもですね、まあ、あまり魅力を感じなかったと。自分には向いてないなと思いました。はい。まあ、もちろんね、これは僕個人の感想なので、矯正を否定するということでは全くないんですけども、まあ、自分にはとにかく合ってないなと思って、まあ、本当に歯科医師人生を、スタートした、ばかりだったんですけども、まあ、そのような形で全ての歯をセラミックにしました。で、11年経った今、全く不具合がないんですけども、まあ、まず皆さんがよく気にされるのは、虫歯にならないんですか、セラミック虫歯にならないんですかとよく聞かれるんですけども、虫歯になるリスクはですね、かなり低いと思っていただいていいと思います。理由としては、例えば虫歯になっている歯をセラミックにする場合っていうのは、私の方でですね、虫歯の治療をしっかりとさせていただいてからセラミックをかぶせていくので、虫歯がない状態で歯にかぶせていくので、例えばこれが虫歯を残した状態で、セラミックをかぶせてしまうと、虫歯は徐々に歯を蝕んでいってですね、歯がダメになってしまう、土台の歯がダメになってしまうんですけども、虫歯を取り逃さなければですね、新たに入ってくる虫歯が予防できれば、虫歯にはならないんですね。で、じゃあ新たに虫歯になるかというとですね、これは非常になりにくいと思っていただいていいと思います。よくね、この際の部分から虫歯菌が入ってしまって虫歯になるんじゃないですかと、言われるんですけども、そういったですね、虫歯になるぐらいの、隙間があるようなこうフィット感のは作らなかったりとか、あとはもう僕自身のこれ経験なんですけども、本当にこれね、挑戦でもあったんですけども、前歯も含めて仮止めのところが多いんですね。どういうことかっていうと、11年間仮の接着剤で止めてるだけなんで、要はその隙間の部分っていうのがしっかり止めたものに対すると圧倒的にあるんですけども、それでも取り外して歯の中を見ても虫歯には一切なっていないんですね。なんで、もしね、虫歯を気にされている方だったりとか、何かネットだったりとか、その本だったりとかで、セラミック虫歯になりやすいよと、だからやめた方がいいよというようなことは、僕は俗説ではないかなと、確証を得てます。お客様の施術をさせていただいて、例えば、僕が施術をさせていただいた方で何らかの理由でやり直すという場合もあるんですね。その時に、やり直すセラミック外してですね、また土台の方を見るんですけども、まあ、虫歯になっているということはないですね。なので、まあ、虫歯のリスク、もちろんゼロとは言い切れないんですけども、かなり低いなと思っていただいていいと思います。ただ、どちらかというと、歯周病のリスク、これはしっかり考えていかなければいけないんじゃないかなと思います。セラミックはあくまで自分の歯にかぶせているので、自分の歯でもなってしまう歯周病という病気、まあ、歯の周りに汚れがついてしまって、正確に言うと歯と歯茎の境目ですね。境目の部分に汚れがついてしまって、それが原因でですね、顎の骨だったりとか歯茎が痩せてしまうというのが歯周病なんですけども、やっぱりそのセラミックもあくまで自分の歯にかぶせているので、汚れが付着してしまうとですね、歯周病っていうのは起こり得るかなと思います。ただですね、まあ、セラミックの素材自体がですね、非常にツルツルしていたりとか、あとは最近はですね、歯ブラシとか歯磨き粉の中にもですね、歯周病を予防するような成分が含まれているものもたくさんありますので、通常通り歯ブラシをしていただいて、まあ年にですね、2回ほどメンテナンスに来ていただければですね、まあその歯周病のリスクっていうのもかなり回避ができるんじゃないかなと思ってます。注意しなければいけないのは、もともと、歯周病にかかっていて、それが進行してしまっている方だったりとか、あとは、もともと歯周病にかかりやすい方っていうのがいらっしゃるんですね。そういう方っていうのは注意深くですね、施術をしていくことが必要だし、まあ、リスクがですね、まあ、セラミックするしないにかかわらずなんですけども、あるのかなと思います。じゃあ歯周病の方がですね、セラミックにするとリスクが高まるかと
言うとですね、これは、まあ、本当に100%と言わないんですけども、まあ、リスクは逆に下げられるんじゃないかなと思います。どういうことかっていうとですね、まあ、例えばなんですけども、歯周病が進んでしまって歯が揺れてしまっている状態でセラミックをするとしますよね。例えば1本の歯では揺れているんだけども、何本か歯を連結してあげることによって固定できるんですね。セラミックで連結して固定することによって歯の動きを抑えられるんです。歯周病っていうのはもともとばい菌が原因っていうこともあるんですけども、噛み合わせだったりとか衝撃強さによってですね、進行してしまうということがあります。例えば上の歯と下の歯がですね、こうやって慢性的に強くぶつかってると、この力によって歯が揺さぶられてしまって歯周病が進行してしまうということがあるんですね。つまり例えば1本だけセラミックをかぶせてその歯がグラグラしてたとしても、上の歯と下の歯がぶつかってしまったら、やはり綺麗なセラミックを揺さぶられてしまってダメになってしまう可能性がありますよね。なので例えば何本かつなげといてあげることによって、揺れてる歯を何本かつなげると固定できて同様動きが抑えられるんですね。そういったことで上下の歯がぶつかったとしても、その揺れるということに対してですね、歯周病が進行してしまうというリスクが下げられるという意味でですね、積極的にセラミック治療を進めるってこともあったりしますね。はい。なので、まあ、11年目ね、だった、僕が思うこととしてはですね、まあ、仮止めでも全く虫歯にもなってないし、まあ、歯周病にも、が進行しているということもないですね。なので、まあ、セラミックをですね、僕の、思いでもある、美しい歯を長く愛用していただくことが真の美しさということをですね、これからもどん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 追求してですね、皆様の歯を美しくさせていただきたいと思います。はい、ダイヤモンド今井院長でした。